From a viewer named Takatsunex, so it's my pleasure that I will introduce a comment here as it is. The method of chanting, so called Daimoku chanting, which is repeatedly chanted as -ho renge Rengekyo, was invented by Nichiren himself. Nam means to be devoted. But Nam Myoho Lotus Sutra means to be devoted to Wondrous Lotus Sutra. In India, they say to be devoted to God but not to, to the scriptures. However, the fact that the Tibetan monks chant the scripture in Japanese style means that the Lotus Sutra chanting method was re-imported from Japan to India. Again, the Lotus Sutra chanting method was re-imported from Japan to India. takatsune kusu. さんという方から次のようなコメントが届いていますのでそのコメントをそのまま紹介させていただきます林先生いつも貴重な考察検証動画をありがたく拝見しております先生がおっしゃる日本仏教チベット由来説に大変納得いたしましたただ冒頭のチベットの法華経 度胸について試験を述べることをお許しください。先生の説に異を唱えるものではありません。私は大学で中国思想哲学を漢文で学んでいたもので、数十年の法華経の行者でもあります。チベットで英章されているのは、明らかに漢文訳法華経の日本語発音であり、 日本での法華経の永生法が何らかの理由で、チベットに逆輸入されたものと推察できます。南妙法蓮華経という題目は、実は日本で日蓮によって発明されたオリジナルのチャンティングで、それまでインドや中国には存在していません。というのは、本来、 インド由来のチャンティングは〜何々仏に帰営しますと特定の仏に帰営を誓うものであり〜何々経典に帰営しますというものは存在しません特定の経典に帰営を誓う日蓮の題目という発想はそれまでの仏教の伝統を覆すものでした サンスクリットで題目はナーマス、サッダルマ、プンタリカ、スートラと言いますが、これは日本で発明された題目を後世にサンスクリット語に訳したものと思われます。いわば日本からインドに逆輸入されて使われたようです。繰り返します。いわば日本からインドに 逆輸入されて作られたようです。以上、長文にて大変失礼いたしましたが、先生のご研究のますますのご発展を祈り応援しております。と、えつまり、タカツネクスさんはですね、次のように述べておられます。南無法蓮華経と 繰り返し唱える日蓮の題目の唱え方は日蓮が日本で発明したものだというわけですねそれはその通りだと思いますナムというのは消えしますという意味ですまた妙法というのは一応サンスクリット語では因果なあるいは不思議なという意味ですそして蓮華というのはつまりはサンスクリット語で 物語という意味ですですから、因果な物語に帰依しますという意味になるわけですけども、つまり、妙法蓮華経というのはですね、つまり、経典に帰依しますという意味になるというわけです。インドではですね、神に帰依するとは言いますが、経典に帰依するとは言わないというわけです。それが、えー、タカ・ツネクさんの 今回のコメントの一番のポイントかと思いますがその経典をチベットの僧が日本式に唱えているということはつまりは法華経の英雄法は日本からインドへ逆輸入されたということになるのではないかというわけですね繰り返します法華経の英雄法はインドから日本へ来たのではなくて 日本からインドへ逆輸入されたということになるのではないでしょうかというわけですねでなるほどそうかということで今私林宏は合点しているということになります広し林、やしハママ CityJapan 妙法連携協法弁本第二

Naranda University, India, and here is its proof and evidence. This is a very important story for the Japanese people. <laughs>

法法に高津ネックスさんという方から次のようなコメントが届いていますのでそのコメントをそのまま紹介させていただきます林先生いつも貴重な考察検証動画をありがたく拝見しております先生がおっしゃる日本仏教チベット由来説に大変納得いたしました

を誓う日蓮の題目という発想はそれまでの仏教の伝統を覆すものでしたサンスクリットで題目は「ナーマス・ササッダルマ」 プンタリカ・スートラと言いますがこれは日本で発明された大木を後世にサンスクリット語に訳したものと思われますいわば日本からインドに逆輸入されて作られたようです繰り返しますいわば日本からインドに逆輸入されて作られたようですとにおける 以上、度長文にて大変失礼いたしましたが、先生のご研究のますますのご発展を祈り、応援しておりまして、と、インドのナーランダ大学から来たのではありません。タカクスさん、ね、インドのナーランダ大学は、次のように述べておられます。ま南妙法蓮華経と繰り返し唱える、 日蓮の題目の唱え方は、日蓮が日本で発明したものだというわけですね。それはその通りだと思います。ナムというのは、敬しますという意味です。また、妙法というのは、一応サンスクリット語では、因果な、あるいは不思議なという意味です。そして、蓮化というのは、 つまりはサンスクリットで物語という意味です。ですから、インガラ、物語に帰省しますという意味になるわけですけれども、つまり、妙法華経というのはですね、つまり、教典に帰省しますという意味になるというわけです。インドではですね、神に帰省するとは言いますが、教典に帰省するとは、 それが、点にたるべツニックさんの今回のコメントの一番のポイントかと思います。が、その経典をチベットの僧が日本式に捉えているということは、つまりは、武家教の霊唱法は、日本からンドへ逆輸入するということになるのではないかというわけですね。 しますインドの統計教の改正法はに指示して有意識を学び、また各地の分析を循環して、日本からインドのシャ・バルダナの保護を受け、ハルシャ王へも進行していると。が、本当にそうでしょうか現状三蔵は本当に、ということになります。その疑問の第一は、ナーランダ大学は、ブッダの仏教の大学。一方、 現状三蔵が長安へ持ち帰ったのは密教、つまり弥勒菩薩教。未礼、もっとわかりやすく言えばミトラ教。その証拠に長安へ渡った空海が日本に伝えたのは弥勒菩薩教。仏陀の仏教ではありません。ナーランダ大学に残る仏像と空海が荒野山の根本台頭に収めた大日如来像を見比べてみれば一目瞭然。 ナーランダ大学に残る仏像はまさにブッダのブッダ像。根本大統の大日如来像とは似ても似つかないものです。つまり、空海が根本大統に収めた大日如来像はチベット密教の総本山、現在のタシルンポにある魅力菩薩像と同じです。つまり、現状三像はインドのナーランダ大学へ行っていない。行ったとしてもチベット。 そのチベットで、いわゆるチベット密教をそっくりそのまま持ち帰った。それがその後の密教となった。それが私、林博の解釈です。で、断言はできませんが、現状三蔵を何としてもですね、インドまで行ったとしたい、後の学者たちがそうしたストーリー、つまり、ナーランダ大学まで行ったというストーリーを作り上げたのではないでしょうか。大きな謎が残ります。そうした謎を、 この動画の中で皆さんに証拠を添えて説明します。広し林、浜松セティ、ジャパン。では画面を見ながら説明します。現状3像です。現状3像は先ほど説明しましたルートを通ってインドまで行ったとされています。シーアンですね。そして、この ヒンドゥーク州山脈を越えて、そしてインドへ入ったと。そしてインドでは、えー、ナーランダ大学で仏教を学んだということになっているわけです。が、本当にそうでしょうかということなんですよね。で、丁寧に見てみます。で、ヒンドゥーク州山脈を越えて、ナーランダ大学へ行ったと。ところがですね、まあ、ナーランダ大学というのは、 えー、いわゆるブッダの仏教の大学なんですよね。で、いわゆるまああ、現状三蔵が長遠されたのは密教、すなわち魅力菩薩教、魅力菩薩、なわちミレすなわちミトラ教なんですね。ここで大きな矛盾が生じてくるわけです。これがナーランダ大学です。 で、このナーランダ大学、現在でも遺跡として残ってるわけですけども、このナーランダ大学を見ていただくとわかりますように、これは密教の、いわゆる、大学とは、異質のものなんですね。その一つの証拠が、このブッダ像にあるわけです。これらはまさに、ブッダのブッダ像ですね。中部からご覧ください。ところが、空海が、 いわやる、現状三蔵のね、えー、寺へ行って学んだ、日本へ持ち帰ったのは、密教ということになります。で、これがナーランダ大学、左の上がね、の仏像です。そしてそれは、南天仏教となって、東南アジアへと伝わっていった。ですから、同じ、えー、コンセプトで作られています。その、えー、ナーランダ大学へ進案から、現状三蔵が、先ほど言いました、ルートを通って、インドへ入り、そして、えー、仏教を学んだ、ってことになりますよね。 密教ではなくて、ブッダの仏教を学んで、そしてシーアンへ持ち帰ると。いいですかそうして、そのシーアンの、いわゆるその現状三蔵の寺へですね、後に空海が行くわけです。そして空海が、その寺から密教を日本へ持ち帰ります。それ以前にね、一人、地図という、まあ、僧がですね、 えー、死案へ渡って、そして現状三蔵の二番弟子となるわけですけどもね、その、えー、地図が回帰した寺が、八た寺いうことになります、ね。そのやた寺で、その学んで、空海が学んで、そして地長案へ渡ったわけです。そして帰ってきて、えー、小屋さんに根本台頭、いわゆる今後無事を、えー、建立するわけです。その根本台頭の中央に祀ってあるのが、大日如来像、すなわち、アフラマズダー像いうことになるわけですね。そうすると、この両者を比べていただくとわかりますように、 全く違うものなんですね。左は、ブッダの仏像。右の方は、ミトラ教における、大日如来像。すなわち、アフラマザ像ということになるわけです。で、ここにですね、四、えー、月枝というところがあります。四月へこの四月枝に、タシュルンポジという、まあ、大魅力、菩薩殿というのがあるわけですけどもね。その大魅力菩薩殿は後にできましたけども、えー、チベット密教の、まあ、このあたりが、まあ、本拠地ということになるわけです。 で、その、四月世の、その、タシルンポジに、太陽の神、すなわち、大日如来がこうして祀られているわけです。で、荒野山にある、根本台東にある大日如来像と、チベット密教の本拠地にある、四月にある、大日如来像を比べています。まあ、左も、これはあの、大日如来像ですね。そして、右も、大日如来像です。で、右の方はこれ、チベットですよ。 インドではありませんよ。そこを注意してくださいね。そして比べてみますと、この両者は細部に至るまで同じなんですね。髪の毛の色、それから形、同じですね。青い髪。これが今日のポイントですから、皆さんもしっかりと確認しておいてください。すなわち、空海が日本へ持ち帰った密教と、シベットの、まあ、密教と、この二つの像を通して同じであるということになります。で、後輩の 三つの円で書いてある形も同じですね。それから作り方のコンセプトも大変よく似ているというか同じなんですね。これをどう解釈するかということなんです。左は一条院の、まあ、大日祈られる像ってことになりますよね。形からして。で、冠、青い紙、同じであると。右はチベット、密教の大日祈られる像です。ブッダの仏像ではありませんよ。そこを注意してくださいね。そして、今言いましたね。 ここが今日のポイントということになります。後輩に仏像まで描かれている。全く同じなんですよ、これ。なおち、この間にあるのが、長安の玄城三蔵の、いわゆる寺ということになるわけですね。放送集って言うんですか同じってことになるわけです。そうしますと、玄城三蔵はどこへ行って何を長安に持って帰ったかってなりますと、インドではないということになりますね。 ナーランダ大学は、ブッダの、まあ、仏教の大学ですから。で、今、私たちが荒野山で見る大日如来像というのは、これは、まあ、空海がですね、長安行って、えー、まあ、持ち帰った教えということになるわけですね。そしての長安に、えー、そうこうした、まあ、コンセプトを伝えたのが、現状三蔵であり、彼は、こうしたことからですね、チベットまでは行ってるけども、そこで帰ってきたということになるわけです。 さらにこうしてマンダラを比べてみますと、左がですね、小屋さんのマンダラです。で、右の方が、まあ、タシルンポの、いわゆるまあ、えぇ、ー、4月のタシルンポ寺にあるマンダラです。同じですね。となると、どういうふうに解釈したらいいのかということですよね。なあち、現状三蔵は、チベット行って、それを持ち帰った。それを、空海が、 長安まで行って、日本へ持ち帰ったということになるわけです。で、今まではこの西安からヒンドゥク州山脈を越えて、そして、現状三蔵はナーランダ大学まで行ったということになってますけども、そうではなくて、えー、空海が、まあ、この赤い線で西安から八田寺に、まあ、八で、まあ、今後戦時八らで空海は若い頃も並んで、そして、長安へ渡るわけですね。そして、まあ、この赤い線が私は現状三蔵が行った線だと思います。いわゆる、まあ、安から、 まあ、チベットを行った。しかし、そこで帰ってきたわけですね。ですから、ナーランダ大学は行っていないということになります。まあ、この今、白いところで示したのは、これが、えー、4月です。チベット密教の本拠地ということになりますね。で、もう一度詳しく説明しますと、えー、この現状三蔵は4月江まで行って、そして密教を学び、そして持ち帰って、長安へ帰ったと。そしてその長安へ、えー ま、現在、死案ですけどもね。あの、やたたらで、今後戦時やたたらで学んだ空海が、昭和へ渡り、そして、その現状三蔵が、四月世から持ち帰ったものを、日本へ持ち帰った。こういうふうに考える方が自然ですね。だから、四月世の、大、まあ、魅力点にある、この、大日如来像と、根本対等にある、大日如来像、すなわち、両方とも、 アフラマザーということになりますね。ミトラはアフラマザーを信仰してましたからね。本尊にしてましたから。ですから同じになると。こうした流れを裏付けるもう一つの証拠が、このバジラということになります。これはカトマンズに飾ってあるバジラですけども、まあ日本では5個所と呼ばれています。で、もともとは何かと言いますと、ゼウスが手に握っているサンダーボルトということになります。 サンダーボルト、すなわち、ライデンですね。もっと分かりやすく言えば、武器なんですね。これが、まあ、バジュラとなって、そして、ゴごショとなって、まあ、空海の手に握られているということになります。このゼウス像は1680年にスミルナというところで発掘されたゼウス像なんですよ。近年になって発掘されたんですね。このゼウス像が右手に持っているのが、サンダーボルト、すなわち、バジュラです。 で、サンダーボルトイコールバジラ説は、これは私の説ではなくて、えー、西洋では常識的な説です。で、それが日本の、まあ、空海の手に握られて、ご個書となったわけですね。これは特攻書、特攻書ですかになるんです。流れが違うってことですね。要するに。で、空海はその、まあこうした、仏具にしてもですね、えー、長安へ渡って、三、現像三像の、 現状三蔵の寺で学んだということなんです。そして工房大使、空海が塔から持ち帰り、生涯大切にしていたと。これが、それが御古書であるということですね。今、あの、その説明をしているわけですけども、 これがミレインプルメンテ n t 密教法具ですね。要するに。まあ、こうしたものが、なぜ空間のところにあるかということを、もう一度考えていただきたいと思うんですけど、流れとしては、今言いましたように、えー、バビロニアからチベットにミトラ教があたり、まあ、そして、その、 それが密教となって、長安渡り、そして日本へ来たということです。で、ミトラ教。ゾラスター教のもとからね、ミトラ教まれ、その、そうした神々のな、あ様子を立体的支障として表したのが、ギリシャ彫刻ということになるわけです。そしてそのミトラ教が、まあ、あの、キリスト教がね、国教となると同時に流されて、まあ、西洋で,ではミトラ教は消えますけども、その一部が、 チベットに残って、チベット密教として残ったわけです。そしてそこへ、現状三蔵が行って、長和へ持ち帰った。で、それをまたさらに空海が日本へ持ち帰ったということになります。で、結論をもう一度皆さんにお話します。これがナーランダ大学です。で、今までは現状三蔵はナーランダ大学まで行って、その密教をですね、和に持ち帰ったと言いますけども、 並んだ大学は本当に密教の大学だったのかということなんですけども、どこを見てもこの密教らしいって言いますかね、雰囲気はありませんね。そうしますと、まあ、もうわかりですね。現状三蔵はここへ来て、いわゆるブッダの仏教を持ち帰ったのではなくて、いわゆるチベット密教を長安に持ち帰ったということになるわけです。なあち、 ナーランダ大学へは行っていないということになりますね。その証拠が空海が日本に伝えた、いわゆる密教と、それからチベット密教が同じであるということなんですね。なあち、現状三蔵が、長安へ持ち帰ったのは、ブッダの仏教ではなくて、チベット密教の密教であったということになります。その証拠が、この空海、 がですね、混流した根本台頭の中の大日如来像にあるというわけです。左がもう一度皆さん確認してください。これが空海が日本へ持ち帰った大日如来像です。で、右がですね、タシルンポにあります大日如来像です。全く同じなんですね。どちらかがどちらか,どちらかを盗作したと言われても、言ってもですね、誰も驚かないほど同じなんですね。髪の毛の色。 不愛、それから頭から垂れ下がっている布の感じまで同じなんですよ。これをどう解釈するかということなんです。すなわち、空海は長安から持ち帰ったなら、その長安へ現状三蔵が伝えたのは、ブッダの仏教ではなくて、チベット密教そのものであった、イコール現状三蔵は、インドへは行っていないということになるのではないでしょうか。つまり、ミトラ教、すなわち、弥勒 菩薩教とブッダの仏教はしっかりと区別して考えるべきではないかということです。続くビデオどうかご覧ください。Bye for now. o Today's story r d about is Tashirumpo Monastery in Tibet and its strange line which connect Koyasan Kongobuji with Tashirumpo Monastery. According to Wikipedia, it's right about Tashirumpo as follows. Tashirumpo Monastery, founded in 1447 by the first Dalai Lama, is a historic and culturally important monastery in Shigatse, The second largest city in Tibet まず皆さんに一本の直線を見ていただいています。左からブッダが生まれ育ったと言われているルンビニ、そしてその右がですね、タシリンポソイ院です。四月へというところにあります。そして中央が長安ですね。現在のシーアンです。その長安にいた現状三蔵がですね、密教を求めて四月へ行きます。 まあその当時まだあのタシルンポ創院はありませんでした。あのタシルンポ創院は15世紀に建立されますからね。まあ、そこを私、あの、混同してました。四月枝というのはあの地名です。足しるんぽというのは足しるん創院のことですね。で、現状三蔵が、当の長安に四月へから密教を持ち帰ります。で、そこへですね、直命を受けまして、日本から地図が当の長安に渡ります。で、地図はここで学んで、 そして、えー、元朝三蔵の二番弟子となって日本へ戻ってきます。そして、八田寺を、今後戦時、八田寺を今後します。今後戦時、八田寺です。その今後戦時へですね、八田寺へ、えー、若い頃の空海が行って修行し学びます。そして、唐の長安へと渡ります。そして、唐の長安でですね、 まあ、玄城三蔵が建立した寺で学んで、そこで密教を学び、そして日本へ持ち帰ります。まあ、こういう流れなんですね。そして、日本へ帰ってきた空海は、今後無事を建立、小屋さんに今後無事を建立します。小屋さん、今後無事です。まあ、こういう流れです。で、こうして、から4社が繋がるわけですけども、あーその、まあ、ルンビニ、 いわゆる四月へ多しるんぼ、そして、長安、八田寺がですね、このように、新一直線に、並んでいるということですね。西安、まあ、長安は大きな町ですから、ややずれるということも考えられます。で、この直線をですね、八田寺の方から見ますと、まあ、このようにですね、直線になっていると。その八田寺で、まあ、これから降りてみますと、さらに興味深いことがわかります。八田寺の、ま、参道ですよね。 がありますけれども、やたたらの参道は、まっすぐと、長安、それから四月へ、タシルポ、今現在のタシルンポジがあるところですね。そして、ルンビニを向いています。この黄色い線がですね、左から引いてきた線が、長安から引いてきた線です。 ちょうど中心に向から取りました。そしてこの、えー、当ててでの山道を横切ります。そしてですね、ちょうど町あたりがやや情報にあの山道がずれてますね。で、現地へ行って住職に聞きましたらですね、この平はですね、あの、その後何度も建て替えられたそうですね。ですから、その都度、あの、道、道の方向が違ってると。ですから、向かってちょうど中心から、この中心から右側の方はですね、あの、本のあの、私そこれ立ってみたとき気がついたんですよね。あの、山道が途中でやや折れ曲がっている。 で、な、なぜ折れ曲がってるんですかと聞きましたら、平を平をね。平を立てるときに何度もその、そのあたりをいじったからだというふうに、住職は教えてくださいました。要するに、この八田寺がですね、まっすぐと、えー、ルンビニ、それからし、まあ、昔の長安ですね。そして、えー、タシルンポの方を向いているということですね。まっすぐに行けばルンビニ。そして、えー、タシルンポですね。タシルンポ総員ですね。現在の4月です。まあ、現在の4月のタシルンポ総員です。 ここはあの間違えてましたから皆さんご考えなさらなでください、ね。時代が合わないんじゃないかと。いわゆるその多子論法総院が建てられたのはですね、えー、1447年ですからね。で、空海があの生まれ育ったのは774年から835年ですからね。ですから時代的にも合わないということになるわけですよね。 ですから、まあ、ちょっと時代的にずれているということにもなるわけですけどね。まあ、要するに、このタシルンポを皆さん、これから、総員へ案内します。4月にあるタシルンポです。ですから、あの、まあ、あの、現状三蔵がですね、まあ、密教、いわゆるその、魅力菩薩教のですね、本川、いわゆるメッカである4月へ行って、そして、あの、密教を持ち帰ったということですね。で、その後、4月にタシルンポ総員が建てられたということになります。 もう一度繰り返しますけども、私はあの地名をですね、タシルンポと間違えていましたので、まあ、ここで訂正させてください。まあ、要するにこれは四月へのタシルンポ総員って言うのは正しいんでしょうね。です。まあ、これが四月へのタシルンポ総印ということになります。いや、大魅力、ポ撮ですよね。魅力典がある、まあ、あの、いわゆる四月へのタシルンポ総員です。まあ、大変なあの、豪華な、あの、寺だ、そうですね。総員だそうです。 で、この、これがタシルンポ創員。四月にある、<laughs> ま、しつこいですね。四月にあるタシルンポ創員いうことになります。 で、まあ、現状三蔵はですね、まあ、いろんな説がありまして、インドまで行ったということになってますけれども、現状三蔵はですね、7世紀602年か664年の方ですからね、もうその頃インド行っても、あの、まあ、密教はなかったものと思われますね。まあ、それはわかりませんけどもね、まあ、インドへは私は行ってないと思います。まあ、このライン理論にか、から考えてですね、まあ、と同時にまあ、空海の、まあ、あの、不審さんに鑑みてですね、私は現状三蔵は、この4月へ行っていたと思います。 いって、そして密教を持ち帰ったと考えています。まだ、いろんな意味でね、あ不合性があるもんですから、それに考えています。これが、まあ、日本風に言えば、大日如来。それから、あの、いわゆるゾラスタ教風に言えば、あアフラマズだということになります。で、検証してみますとですね、これまた不、不奇妙な、あの、位置点があるんですよ。左が、小屋さん、今後、無事ですね。で、大日如来像です。そして、右がですね、タチルンポ、えー、人、相違になります。まあ、 今後、いわゆる、大日如来ということになりますよね。そして、この帽子がですね、大変よく似ているヘルメットですよね。これは、ついビデオの中でヘルメットということを証明します。そして、この髪の毛がね、青いということに注意してください。まあ、あの、古代の神々は、あるいはエイリアンはですね、髪の毛が青かったというふうに解釈もできるわけですよね。まあ、ここで、ま、色が具体的に出てくるわけですけどもね。あの、ヘルメットの方も青いですね。 ま、綺麗な青で,青ではなかったかと思います。で、小屋さん、左側の小屋さん一乗院にあります、やはり大日如来像だと思います。2年ほど前ここに一泊させていただきました。それでやっぱりこの髪の毛を青く塗っているところも、あの、 大変興味深いと思います。そしてその後輩のね、作り方のコンセプトも同じですね。三つの縁が組み合わさってできています。右のあの、いわゆるまあ、4月の多種論法総員の方も三つの輪があ組み合わさってできてますね。そして後輩のですね、あの、こまあ、あの、 作り方のコンセプトも同じであると。となると、どういう,うに考えたらいいんでしょうかね。時代的には、左の方が、小屋さんの方が先ですから、タシルンポのね、創員の方が真似をしてコピーして作ったということになりますけども、それはありえませんよね。まあ、あの、 ということですね。まあ、ありえないってことですね。要するにそれ以上言うようがありませんけどね。要するにこの冠のコンセプトも同じであると。ということは、まあ、原点が一つあって、双方に二つにまあ分かれてね、同じ作り方が伝わってきたというふうに取られますし、逆、まあ、 現状三蔵がタシルンポ、メール、シガッェへ行ってね、密教を持ち帰って、それで長安ね行って、長安ねまた空海が行って、同じものを日本へバトンタッチして持ってきたというふうに考えるのが、まあ、流れとしては自然ですね。となりますと、やっぱり、現状三蔵というのはですね、インドまで行ってるわけじゃなくて、こうした、まあ、事実を積み重ねていきますと、シガッェの、まあ、タシルンポ草院へ行っ、まあ、タシルンごめんなさい。そういはまたタシルンポ草院はありませんけどもね、シガッェへ行って、まあ、密教のメッカであるシガッツへ行って、密教を学んできたというふうに考えるのが自然ではないでしょうか。 で、髪の毛も作り方もポコンポコンポコンとね、あの、葉っぱのようになっているところも同じだということですよね。まあ、右、ですから左がは第二次。まあ、これはあの根本タイトルの中の、いわゆるまあ大日おら像ですね。で、壁に描かれている、その、同じ根本タイトルの中の壁に描かれている像とも一致するわけです。まあ、こうして並べていきますと、あまあ、 現状三蔵がどこまで行って、どのようにして、まあ、微妙を持ち帰ったかということが浮かび上がってくると私は考えています。まあ、これが、あの、右の方はですね、あの、達進歩創員の壁画ですけども、まあ、それと同じようなものが、ものが出てきますから、これはまあ,あ、いわゆる大造界マンドラマン、マンダラですね。ですけども、あの、真言っていうことはマントラって意味なんですよ。皆さんご存知ですか真言マントラ。ね。あの、 マントラのこと、を信号って言ってて、シンゴン州って言うんですけども、要するに、まあ、あの、空海が、まあ、混した、その荒野山、今後無事と、それから、あ、タシルンポ、イ院と、その、壁と一致しているってことですよね。まあ、こうした事実を積み重ねていきますと、やはり、あの、私は、あ、まあ、こうして4つの点を決めてですね、そして決めたとか、一直線に並んでると。で、まあ、現状三蔵は、当の長安から、まあ、 いろんな説がありますけども、ね、インドもあったということはありますけども、あの、その、その間にはヒマネラ山脈がありますからね。ですからまあ、私はあ、4月へ行って、密教を持ち帰ったと。ですから、インドへは行ってないと思います。そ,そして、地図がですね、直目をけて、日本から派遣されて、2番弟子となり、そして、現職3蔵の2番弟子ですよ。そして、ヤタゼラを混流する。それからあ、200年経ってからですね、空海が学んで、そして、今度は、長安へ行って、密教を持ち帰って、今後、無事、 を、まあ、タコ屋さんに混流したと。まあ、こういう流れなんですね。まあ、そうしますと、な、流れも素直になります、素直と言いますか、あの、素直に流れが流れていくということでしょうかね。まあ、要するにこういうふうに考えています。で、ただ、あの、空海という、まあ、層はですね、まあ、普通の空、あの、層ではありませんでしたね。まあ、まさに神。神に近いと言いますか。神であると言って良いほどの、まあ、層であったということですよね。 ですから、こうした、その、まあ、そ、それがなければね、こうした直線もただ単なる偶然で片付けてしまうかもしれませんけどね、えー、間に空海がいますからね、えー、偶然とは片付けられないと。まあ、これが立てられですけどもね、この三道も、長安の方をしっかりと向いている。その先に、足しるんがあり、さらにその先に、ルンビリがあるということですよね、皆さん。これをただ単なる偶然と片付けるのは無理だということは、続くビデオをご覧いただくとわかりますけども、空海は、なんと、ニネベ定数を知っていました。という話をこれからしますけども、 まあ、そういうことをね重ね合わせて考えてみますと、えー、空海の、まあ、謎と言いますかね、空海のその奥深いといいますか、ミステリーに迫っていただけるんじゃないかと思います。ということで今日はですね、まあ、現状三蔵まあ、まとまりのない話ですけ現状三蔵それから多種論法、総員そして、えー、空海の謎について改めて考え直してみました、えー。続くビデオちょっと長いですけども、空海の謎をしていただくためには大変良いビデオかと思いますので、ね、どうかご覧になってください。Bye for now! Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about Kukai, a holy saint in Japan. The more you know about him, the more you make it sure that he is saved. Shireba no Kukai Doga Onihung Sai Henshu Stimasta Doka Goraninatek by This is Ranske Japan edited by Hiroshi Hayashi Kukai and his secret number a mystery of number five hundred sixty seven million it is my great privilege that i can show you here in this video clip that ranske friend of has made a great discovery to solve the mystery of number five hundred sixty seven million probably left by kukai when he passed away in eight thirty five 大介さんが大変な発見をなさいました。それをこうして皆さんに紹介できることを大変光栄に思います。空海は亡くなるときにですね、56億7000万年後という数字を残したと言われています。56億7000万年です。で、この数字が何を意味するかですけども、 まあ、この数字がどうしてできたかですけども、天井の市目線、その中心にある塗装点でのですね、神々の寿命は4000年と言われています。そして天井の国における1日はですね、地球上の400年に相当すると言われています。で、そうして掛け算をしますと、まあ、数字が出てくるわけですけども、もう一度繰り返しますと、神々の寿命は4000年である。そして、神々の1日は地球上の400年である。 で、12ヶ月の30日をかけますと、数字が出てきます。その数字が5億7600万年となるんですね。576ですね。そうしますと、中心の赤い数字、567と食い違ってきますね。それで、仏教哲学者の先生たちはどのように説明しているかと言いますと、入れ替わったと説明しているのです。本当にそうでしょうかもう一度計算してみますね。神の、いわゆるミトラのミロクのですね、えー、菩薩の 寿命は4000年。そして、えぇ、ー、塗装点のね、1日の、は地球上の400年に相当すると。で、計算しますと、5760となるわけです。で、これを、まあ、置き換えたと。まあ、そういうふうに解釈しているわけですけども、これに対してですね、えー、ランスケさんが大変な事実を教えてくださいました。皆さんも電卓を用意して計算してみてください。 確かにこのまま計算しますと576になって567とは食い違ってきますね。しかし、純粋退院歴ではですね、30日ではないんですね。純粋退院歴では1ヶ月の長さは29.53125日なんですね。で、この 4000×400×12 ヶ月 ×29.53125 をかけますと、波数はなく、ゼロもそのままでぴったりと、 5670になります。まあ、この数字を見たとき、私はゾクッとしましたね。すなはち、ま、置き換えるなどという、ま、はっきり言えば、神がのミスではなくて、そのままの数字だったんですね。4000×400×12 ヶ月、それに2 9 5 3 1 2 5 ×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  2 空海の残した56億7千万という数字と一致するわけです。ただし上は5億6 7七百万になってますけども、まあ、ともかくも数字が一致するということなんですね。そこで登場するのはニネベ定数なんです。ニネベ定数というのはバグダッドの南でですね、近年になって発見された数字です。これが195兆95520という数字になって繋がっています。60の7 0る7 0この数字がどうして重要かと言いますと、太陽系のみならず銀河系の星々の運行の 動きまでですね、すべてこの数字で説明できるからなんですね。で、この2レベ定数を下の、まあ、グリーンで囲ったの私はあの空海定数と呼んでますけども、いわゆる2レベ定数を空海定数で割ってみますと、これまで絶妙なことに数字がきちんと出てくるんですね。で、それをこれから皆さんにお見せしますが、その数字というのがですね、345600ですね。 そ、それは 60×60×6×4。一60つ4が落ちてます。ごめんなさい。四、えー、4が落ちてますが、60×60×6×4×4 なんですね。まあ、ちょっと訂正いたします。まあ、こういうことなんですね。なあち、地球は二十24時間で60分で60秒。それをかけますと86,400秒という数字が出てきます。なあち、地球は一日、地球は1日ですね。 86,400秒だということなんですね。すなわち、それで計算しますと、乱ケさんがおっしゃるには、4地球日だということになるわけです。で、この345600という数字も、また絶妙なんですね。で、乱ケさんがおっしゃるには、これは月の直径と一致するということです。まあ、これが何を意味するかわかりませんけれども、まあ、単純に考えれば、まあ、趣味線にしてもですね、塗装点にしても、それは地球上での、まあ、 世界の話ではなくて、地球を離れた、まあ月、月もしくはその他の惑星もといえば他の星々における、まあ、世界であるということなんですね。エラーは20キロです。で、スケさんはこのようにも教えてくださいました。月、地球、太陽ですね。の、まあ、直径を並べてみる,るとですね、このような数字が出てきます。月は3476。地球は12756。そして太陽は、 1392000km ですね。で、この数字を比にしてならしますと、地球対太陽の比率はちょうど1対400になるというわけです。で、この400という数字が、まあ、出てくるわけですけど、またこの絶妙なんですね。先ほど出てきた数字と比較してみます。な、まあ400、400という数字がここ出てくるわけですね。いわゆる、 えー、ミ弥ク菩薩の弥クのですね、塗装点での寿命が4000年であると。で、塗装点の1日は地球上の400年に相当する。400、400という数字が並ぶわけです。関係があるのではないか。ということなんですけども、関係がないという方が無理ですね。いわゆる神話の世界は、この地球上にあるのではなくて、地球を離れた別の世界にあるということを、まあ、こうした数字が示唆しているのではないかということなんです。まあ、それについては今後調べていきますけども、 もう一度、ランスケさんがおっしゃった、教えてくださった数字に、えー、着目してください。えー、空海は56億7千万年後に、ということを、言葉を残しています。5、6、7でですね、で繰り返しになりますけども、えー、天井の市民線塗装点における、えー、塗装点というのは市民線の中心部を言うわけですけどもね、おける神々の寿命は4千年である。そしてその世界における1日は地球上の400年に相当するということですね。 で、それを計算しますと5、576となると。しかし、それは、あまあ、置き換えて5、5670にしたと。まあ、そういうふうに解釈しておられますけれども、そうではなくて、それは計算ミスなんですね。いわゆる宗教学者の先生たちの計算ミスということになります。が、このことは大変重大になっていますか。事実を私たちに教えてくれています。 もう一度計算し直しますね。で、この30日の部分をですね、29.53125で置き換えています。現在分かっている純粋単位歴の1ヶ月の日数は、えー、29.53125です。まあ、30日で計算しますと、56、576といううに数字が食い違ってきます。 で、空海の残した5670という数字とは違うというわけですね。それは宗教学者の先生の方が間違っていたわけです。30日ではなくて、実際の数字は29.53125なんですね。29.53125なんです。それでかけてみますと、何もおき換いなくたって、そのまま5670という数字になります。ということは、空海は当然この数字を知っていたということになるわけですね。皆さんも、 先ほど言いましたように電卓を使って計算してみてください。0000、0, 0まで同じです。29.531に動かけますと何も置き換えなくてもそのまま567という数字が出てくるわけです。このことは重大な事実を私たちに教えてくれています。それがこのビデオの今日の結論ということになりますが、それは当時に私が乱ケさんから学んだことであります。すなわち、私たち人間はですね、もっと謙虚になるべきだったということですね。 なるべきだし、なるべきだったということなんですね。もし、私たちがですね、空海の教えをそのまま聞き、5670という数字をそのまま聞き、それから、天井の、まあ、塗装点における、まあ、神々の寿命が4000年であり、塗装点における、1日が地球上の400年であるということを、もっと素直に知っていればですね、この空海の空海定数をですね、4000×400×12 で割れば、 いいですかもっと早い時期に、もっと大昔に、私たちは29.53125という数字を知っていたはずだということなんです。しかし、それをねじ曲げてしまって、こじつけて、えー、置き換えてしまったから、わけのわからんことになってしまったわけですね。なあち、仏は神を信じると言いながら、実は何も信じていなかったということになるわけです。もっと言えば、私たちは、 神や仏にもっと謙虚になるべきだった。そうすればもっと早くこの29.53125という数字を知って、そして純粋大輪機に私たちはその数字を活かすことができたということなんです。ということをこの数字は私たちに教えてくれています。どうもラスケさんありがとうございました。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hello, this is Hiroshima-si-japan. a City, 空海 who was assisted by aliens.I'd like to prove it with mathematical evidence in this video clip. 空海空海の予言空海は入滅するときにですね、56億7千万年後に未来、未霊がですね、降り出しそして人々を救済すると 言い残しました。56億7千万という数字ですね。これが何を意味するのか私にもわかりませんけども、この56億7千万という数にはさらに重大な謎が、といいますか、秘密が隠されていました。ただ56億7千万という数についてはですね、それに異論を取られる人もいます。 一説によれば5億7600万という人もいるようです。まあ、ともかくも空海は56億7000万という数を言い残してこの世を去ったと言われています。で、この56億7000万という数について調べてみます。が、ここでは一応5億6700万ということにしておきます。後でこの数を訂正します。5億6700万。 5,6,7,06ですね。10の6乗です。で、この数は何を意味するのか、検証してみます。1分は60秒です。そして、1時間は60分です。さらに、1日は24時間、すなわち 6×4 ですね。で、これで計算しますと、 一日は 6066×4 の86,400という数字が出てきます。一日は86,400秒ということになります。で、この数字を4倍します。そうしますと345600と続きます。345600と続きます。それに空海の残した5億6,700万をかけます。 その数はぴったりとニネベ定数にと一致します。ぴったりとニネベ定数と一致します。ニネベ定数が発見されたのは近年になってからです。ニネベ定数は60の 70×70 70 70。太陽系の惑星の動きをこの数で全て説明できます。左がニネベ ニレベで発見された年度版です。この年度版にこのニレベ定数が掘り込まれていました。この195兆9552億ですね。これは地球の、まあ、時点の動き、それから水金地下木土天海冥解明ですね、の惑星の動きまで説明できます。すなわち、惑星の 最小勾配数ということになるわけですね。で、シャトランはこれを2レベ定数と名付けました。つまり、単純に考えても、空海は この2ネベ定数を念頭に置いていたものと考えられます。逆に考えてみます。5億6700万に秒数8万6400をかけて4倍しますと、その数は2ネベ定数となります。そこで最初に申し上げましたように5億6700万を56億7000万と置き換えてみます。 その場合は0.4倍すると2レベ定数になります。なぜ空海はこんな数を知っていたのかということになるわけですね。これこそまさに空海が私たちがエイディアンと呼ぶ、まあ異星人によってですね、助けられていたという証拠になるのではないでしょうか。この論文はその2レベ定数を 説明したものですその2レベ定数の謎については続くビデオの中でまたご覧ください空海は2レベ定数をしていた出な,なければ56億7千万という数字は頭に浮かばなかったはずです ブッダが解いていたとしたならば、ブッダもエイリアンによって助けられていたということになります。空海の主流詩もない数字ということになります。まあ、ここで44という字が出てきますので、この4にこだわってみますと、これは多分にこじつけかもしれませんけども、4×4 は16、16は1プラス6、8プラス8ですね。なあち、四国88。 これはまあの88というのは非数学で出来上がっているんですけども、と関連付けられることも考えられます。となると、空海は数学的ユーマーのセンスのあった人というふうにも考えられます。空海の謎は続きます。またこの続きは考えてみたいと思います。Thank you very much for watching and see you next time. Bye!Hello, this is Hiroshiyashi h a Hidemi Tsuji in Japan. ミステリー r y of 高野山大日如来 is ミトラ高野山の謎大日如来はミトラだったその証拠と証明昨日大阪市在住の辻秀美さんという方からこんな本を送っていただきました大変分厚い本ですありがとうございましたでその本を開いて最初に目に飛び込んできたのがこの像なんですね今後無事にあります大日如来像です で、この像はミトラです。まず神々の経図について。これはペルセポリスに残りますアフラ・マズダーのレリーフです。私が知る限り最も古いレリーフです。このアフラ・マズダーを神としてザラスストラがゾラスター教を開きます。そしてその流れをやがてミトラが引き継いでミトラ教を起こし、全一世紀にはペルシャ一体を支配します。その流れはチベットへ入り、そのチベットへ現状三像が 長安へ持ち帰ります。行き。そしてその長安から空海が日本へ持ち帰ります。空海は若い頃、金剛戦時、八田寺で修行したと言われています。左がゼウスです。ゼウスが持っているのがサンダーボルト。そしてこれがチベットに残るバジラです。そのバジラが日本へ入り、五個書と呼ばれます、えー。空海が手にしているのがその五個書です。 まあこうした流れからもわかるように、あるいはそのアイテムからもわか,かるようにですね、空海は、えー、ミトラ教の流れを組んでいるということですね。ギリシャ神話というのはミトラ教の世界を彫刻という形で具体化したものです。えー、チベットから日本、もう一度見ています。これがパールに残るバジラの、まあ、模型ですね。これがタシルンポです、ね。ここの大魅力殿が密教の大本山です。 ここへ現状三蔵が行ったものと私は考えています。その現状三蔵が長安へ密教を持ち帰り、そしてその長安から空海が日本へ持ち帰り、今後無事を建立します。今後戦時、やたてらで学んだ空海が今後無事を建立します。で、これがルンビニ、釈迦の生まれ育ったルンビニです。 そしてこれはタ,タシルンポジですね。で、長安。そしてヤタデラ。これら4箇所を線でつなぎますと、ほぼ新直線になっているのがわかります。ルンビニですね。手前がルンビニで、先がヤタデラです。今度は逆にヤタデラからルンビニの方向を見てみます。直線になっているのがわかります。また、ヤタデラの三道はまっすぐ長安。それからタシルンポ、それからルンビニを向いています。 この、やた寺の参道に中深くを、を中深くご覧ください。参道をまっすぐと横切っています。今度は参道に視点を置いて、えー、見てみます。この参道はまっすぐ長安、多種ルンポ、そしてルンビニを向いています。ここのご住職にそのことを伝えましたら、本当ですかと言って驚いていらっしゃいました。まあ、人間技ではありませんね。この参道はまっすぐ長安を向いています。 では、バビロニアの神々についてのおさらいをしてみたいと思います。これはシュメールの神々の形図です。2行目にエンリル・エンキがいます。そして、その孫娘がイナンナですね。バビロニアではイシュタールという名前で呼ばれています。左がシュメール、右がバビロニアの神の相、まあ、図ですね。言うなれば。で、頂点にイシュタールが立ちます。これはアタゴさんが届けてくださいましたけども、教会石です。 で、この両者を比べてみますと、大変興味深いことがわかります。左の方ではエンリル、エンキが頂点にいますけども、バビロニアの方ではイシュタールが頂点に立ちます。これはエンリルですね。ここにエンキがいます。バビロニアではエアーと呼ばれています。そしてイナーナはイシュタールとなり、頂点に立ちます。スイングは、あの、まあ、月の神ですね。 月の神の方が太陽の神よりも地,地位が上なんですよ。で、シャーマー氏がここにいます。これが太陽の神です。ミゼ,ルミゼロがねで。シャーマー氏は、えー、ギリシャ神話の中ではヘリオスという名前で呼ばれています。ただし、ヘリオスはチタン族に属するんですね。で、オリンピアンと戦争に入り、オリンピアンの方が勝ちます。なち、チタン族が敗れます。と同時にヘリオスは太陽の神の座を、まあ、奪われると言いますか、譲るわけですね。そして、その座をゼウスの息子のアポロが引き継ぎます。 今度はアポロが太陽の神になります。ここにいるのがレアですね。で、レアの子供がゼウスってことなんですけども、同時にレアとヘラは同じ顔をしています。ゼウスの妻のヘラとは同じ顔をしています。ということはギリシャ神話の中では同一情勢だということを示しているわけです。まあ、このようにギリシャ神話というのは立体彫刻によって古代の神々の形像をまあ歴史書として示しているわけですね。で、チタン族とオリンピアンは 戦いに入り、チタン族は破れます。そしてゼウスが頂点に立ちます。そしてヘリオスは太陽の神の座をアポロに奪われますね。で、私は、ゼウスイコールザラスストラというふうに考えています。いわゆる、まあ、ザラスストラが、まあ、ゼウスだということになるわけです。そしてその息子の、えー、アポロが、 太陽の神になるわけですけども、ここで注意していただきたいのが、これがミトラですね。そして、そのミトラの右にいるのがアポロです。実はこの二人の神は、同一、まあ、神っていうことになりますね。同一神です。そのことも、ギリシャ神、小国を丁寧に、まあ、精査すればわかります。ミトラは、ナイチ・アポロ。アポロはミトラということになります。これがアポロの像です。そして、 右がミトラの像です。共にギリシャ彫刻です。で、髪の毛が、まあ、邪魔ですから、髪の毛を取って比較してみますと、この両者は全く同じであることがわかります。なあち、3D プリンティングテクノロジーを使って作られているということですね。ややあの写真の角度が違いますから違って見えますが、その部分をまあ勘案して比較してみてください。なあち、ギリシャ彫刻はですね、このような形で、えー、アポロはミトラのことだよということを私たちに教えているわけです。 ここが重要ですから、よく見といてください。なわち、アポロというのは、ミトラのことだということですね。そして、そのミトラは12月25日、母、アナヒータの下で、つまり、諸女解体で生まれ、3人の賢者がやってきて、ミトラの誕生を祝います。 わかりやすく言えば、キリスト教というのは、ミトラ教をそっくりコピーした宗教ということになります。もう一度、キリスト教の流れを見てみたいと思います。頂点にアフラ・マズダがいます。そして、先ほど言いましたように、ザラス・ストラがトラスター教を開き、その流れをミトラが組んでいきます。前一世紀にはペルシャ一帯を支配します。と同時に、先ほど言いましたように、ヘリオス、すなわちシャーマー氏は戦いに敗れて、 太陽の神の座を譲ります。そこでヘリオスとイスタールと組んでキリスト教を立ち上げます。ですからキリスト教ではですね、30歳以前のキリストの所在は全く不明なんですね。で、それがチャーチ・イン・ローマへと引き,引き継がれます。後のカトリックとなるわけですね。そして左の方はフリーメイソンへと繋がっていきます。で、えー キリスト教の方は、チャーチンローマの方はですね、ローマの国教となると同時に勢力を得て、そして今度は逆にミトラ教を徹底的に弾圧して潰してしまいます。で、イスタールはローマ国教となると同時にイースターという名前に変えて、それまでミトラ教の春分の日であったのを、まあ、復活祭の日として祝うようになります。まあ、イースターというのはもともと法上の神ですから、たみ、た、卵ですね、それから多産のウサギを、まあ、祝うわけです。アジアのミトラ教。 で、先ほど言いましたように、ミトラ教は、チベットへ入ります。で、ペルシャヨーロッパのミトラ教は姿を消します。で、ミトラ教はどんどん小さくなっていくわけですね。が、まあ、チベットに、その、まあ、勢力と言いますか、力を残すわけです。そこへ、えー、現状三蔵が行って、超愛持ち帰り、その二番弟子の、現状三蔵の二番弟子の地痛が、 やてだらを回帰します。そのやてだらへ空海が行って修行し帰ってきて今後無事を混流します。この、いわゆる、まあ、根本、大統の いわゆる、てっぺんにある、これが草林と言われているものですけども、これは、あの、生命の木をかたどったものだと考えられます。写真が小さいので少し見にくいですけども、法隆寺の草林は明らかに、え、tree of life をかたどっています。これは、アタゴさんという方が発見なさいました。そして、この生命の木は、現在、クリスマスツリーとして、まあ、引き継がれて、いわ、あの、クリスマスの日に祝われています。これがクリスマスツリーの原点ですね。 で、法隆寺の僧林について調べてみます。これは、アタゴさんという方が、発見なさいました。どなたも流用、投用、転用はできませんので、ご注意ください。まあ、この頭のてっぺんにあるのが、これが僧林です。で、私は、あの、ここへ行きですね。法隆寺へ行き、60倍の望遠レンズで、この写真を撮ってきました。 そして比較しました。で、法隆寺ではこれをストゥーパーだと教えていますけども、それはあとは皆さんの判断です。どちらの説明の方が、まあ、合理性と言いますか、説得力があるかという問題ですね。右が生命の木、そして中央が、まあ、法隆寺の五重塔の草輪です。で、これを比較してみます。注意深くご覧ください。 すなわち、えー、法隆寺の五重の塔の方ではですね、いわゆるバビロニアの生命の木を模して、まあ、草林とした、いわゆる飾り物としたということになります。と同じものが私は、荒野山の、えー、根本体塔の総、えー、林にも使われていると判断しています。今度、また荒野山行って、それを検証してみたいと思います。えー、ともかくも、えー 法隆人、法竜人にしてもですね、そして空海の混流した今後無事にしても、ミトラ教の、いわゆるバビロニアのね、ミトラ教の流れを組むものであるということがこれで、ま、証明できるわけです。中央てっぺんにいるのがアフラ・マズダーです。神の中の神。太陽系を、太陽系を支配する神の中の神ということになります。そしてこれが Tree of Life です。 それが法隆寺の、えー、五重の塔の、えー、総林として使われている。と同時に、まあ、あの、空海の混流した混合武士の、えー、根本対等の総林としても使われている。というふうに私は、あの、判断しています。まあ、写真がね、まだ不鮮明ですから断定はできませんけれども、ほぼ確信しています。 では、日本の今度はミトラ教について考えています。少し話は戻りますけれども、一番左にいるのが太陽の神ですね。それから、ミトラ教、ミトラが生まれ、そしてその流れは、まあ、ギリシャ神話からガンダーラ、ガンダーラから、えー、中宮寺へ伝わっていると、この図は示しています。写真は示しています。そして、えー、いわゆる諸徳大使があ法律寺を建立、その建立五重の塔のてっぺんには、輪、林、なわち生命の木が使われているということですね。 にある、まあ、聖徳太子がミトラ教を日本へ持ち込んだということになります。で、今後無事のミトラ教です。今も言いましたように、えー、生命の木がこのように、まあ、根本対等のてっぺんに使われて、そしてこれが根本対等の中の、えー、大日如来像です。この左右に一体ずつ、あのー、 あることに注意してください。で、これが左がミトラ教の神事をしているところです。これはマコテさんという方がこの写真を届けてくださいました。中央にいるのがミトラ。向かって左にいるのがエンディル。そして向かって右にいるのが三角形なのが、これが延期です。これが現在フリーメイソンのシンボルマークにもなっています。 延期が人間を改造したと言われています。そして並べていますと、これら両者が同じであることがわかりますね。ミトラ教の真実と、そして、えー、根本対等の中の第二如のライゾの配置図が同じ、すなわち中央にいるのはミトラということになるわけです。そしてこのミトラの頭を見ていただきたいんですけども、えー、左が、これがあの、今言いました。 真珠の真珠をしている絵の中のミトラです。頭が同じだということにお気づきになりますかなあち、この両者ともフリギア帽をかぶっています。フリギアというのは古代トルコの古名です。まあミトラは、ミトラ教はそこで生まれたわけですね。で、この帽子がまあ自由のシンボルということになるわけです。フランス革命の当時たちもこの帽子をかぶって自由を求めて戦いました。なあち、フリギア帽ですね。その帽子が 先ほど冒頭で紹介しました、今後無事の第日如来像の頭と一致します。さらに分かりやすい写真がありますので紹介しますが、この第日如来像の頭と、そして延期の頭を比べてみてください。コンセプトが同じであることが分かります。さらに面白い絵が見つかりました。中央の紙ですね。名前が分かりませんけれども、この頭を比較してみてください。作りが同じであることが分かります。 バビロニアの神です。こうして、えー、空海の混合武士の仏像と、仏像っていうか、あの、像とですね、そして、えー、古代バビロニアの像がこうして繋がっていきます。で、これは帽子というよりも私はヘルメットだと考えています。バビロニア、そしてアッシリアの神々は皆この帽子をかぶっています。で、ここで空海の非数学。 秘密の数学について触れておきたいと思います。空海は88箇所の巡礼ですね。88箇所巡りというのを開きました。この巡礼という発想そのものが東洋的、日本的ではないような感じがしますが、88というのは8たす8イコール16、16というのは1たす6の数字で出来上がっています。1たす6は7となります。この7が非数学となります。こうして数字にこだわっていくわけですね。 そして、それは、曜日の概念へとつながっていきます。太陽1。そして、6曜日を6。1プラス6、7。7曜日もこうして生まれました。その説明は別のところでしましたので、またご覧になってください。空海は最後に、こういう言葉を残しておき、あの、この世を去ったと言われています。56、7000万、えー、年後に私は戻ってくると。で、1秒は、1分は60秒。1時間は60分。そして、1日は20。 4時間ですね。6×4 です。これ掛け算しますと、1日は86,400秒という数字が出てきます。86,400です。注意してくださいね。86,400です。なぜこんな、まあ、数字を使ったかということなんですけど、この86,400に4を4倍しますと、34,56,00となります。で、34,56,00に、5、空海が残した言葉、5億6,700万を掛けますと、えー これが2ネベ定数となります。あの空海が56億7千万っていった数に対しては0.4をかけます。そうしますと2ネベ定数になります。2ネベというのはバグダットの南に のお角ですけども、そこでこんな粘土板が見つかった。それには 60×70×70 という数字が書き込まれていました。すなわち、この数字はですね、太陽系のみならず銀河系全体の星々の動きすらも、この数字によって説明できます。その説明はまた別のところでし,ましたから、また興味のある方はご覧になってください。すなわち、空海はこうした数字も残して、この世を去っているわけですね。 なぜ空海がこんな数字を使っていたか。バビロニアでその年度版が発掘されたのは近年になってからです。しかし空海はその数をすでに今から1200年前に知っていたということになります。ニネベ定数です。林宏氏、ニネベ定数で検索をかけてみてください。空海はニネベ定数を知っていた。というようなことを以上考えまして、まあ、 もう一個の逆に見てみましょうか。5億6700万を 8, 8万6400秒かける。それを4倍しますと、ぴったしと2レベ定数になります。もうこれは偶然の意とだとても言えませんね。2レベ定数は繰り返しになりますけども、近年バグダッドの南で発見された年度版です。それにはこの数字が書き込まれていました。 では結論ですけども、えー、冒頭に挙げました、金剛無事の第二次如来像は、これはミトラです。潮八方からいろいろな証拠が集まってきますが、その一点は、これがミトラ像であるという結論に集まります。中心にあります。第二次如来はミトラです。The sun god 太陽の神ですね。ということで、まあ、 辻秀美さん、どうもありがとうございました。まあ、いただいた本を見てですね、あ、これはミトラだっ,たっていうことを、えー、わかりましたので、それをお伝えしたくて、このビデオを作ってみました。どうもありがとうございました。では、続くビデオをどうかお楽しみください。bye for now.Hello. This is Hiroshihayashi, h a m a m City, Japan.Mystery of One Plus Six is Seven. The Star of David. 1>, 1たす6は7の謎。ダビデの星。ここにお見せするものにはですね、ある共通の非数学が隠されています。1たす6は7の非数学です。まさに世界は神々の支配下にある。 ということです。ミトラ教です。ミトラ教ですね。左に松明中央に7つの霊、光線を持つ円が描かれています。ミトラには7本の光線があります。それが現在の自由の像につながっています。1プラス6は7という ことです。曜日も、その中の一つですね。えー、太陽期、水、金、地、火木、土1プラス6です。水、金、地、火木、土と並んでいます。えー、最初の3つを内惑星、次を外惑星と言い,い、 ダビデの星にそれを当てはめています。内惑星。今度は外惑星ですね。こうして並べて月火水木金土の曜日が決まりました。カレンダーはこうして生まれたわけです。このカレンダーの中にも1プラス6の比数学が隠されています。太陽が1。 そしてから月間水木金動画6というわけです。太陽の紋章。これはツタンカーメン王の墓の中から見つかったものですね。これには16枚の光線が彫り込まれています。日本の最も神聖な紋章にも16枚の光線が描かれています。そしてそれは世界中で見つかっています。 最後に出てくるのがこれ、イシュタールモンの文章です。そこにもやはり16枚描かれているというのは大変興味深いですね。16, すなわち1、1たす6は7の比数学です。法隆寺テンプル、えー、にもですね、比数学が隠されていました。これはアタムさんが発見なさったことです。法隆寺の五重の塔です。 この、えー、まあ、てっぺんに草林っていうのがありますけども、この草林を、はですね、えー、バビロニアに伝わった、あ命の木の形を正確に映、えー、し取っています。ご自身でご確認ください。そして、六、えー、六、六個ずつと言いますかね、えー、左に六個、右に六個。そして中央に一本を。 ありますから、6たす1。ここにもやはり、非数学が使われています。1たす6は、7。というわけです。それから、今度は空海ですけども、88箇所巡りがよく調べて、知られていますね。空海は四国88箇所を定め、そして巡礼を進めたわけです。88。 すなわち8、8たす8は16というわけです。もうお分かりですね。88、すなわち8たす8は16、1たす6は7の比数学です。日蓮も16という数字にこだわりました。えー日蓮 まあ、にとって最大、まあ最大と言いますか、最も重要な本尊が、この、ほ、ほたの妙本寺にある、このお筆の本尊です。日蓮は、16行の三文を書くのに、えー、固執しました。16ですね。えー、このように、16は1たす6、イコール7、比数学が、 疲れています。その原点にあるのがダビデの星です。中央に太陽を置きます。そして1プラス6の比数学を組み込みました。ということで、比数学の簡単な説明をしました。 Thank you very much for watching and see you again next time. Bye. Hello, this is Makote and Hiroshiyashi Japan. What is religion for humans? Japan in mythraism. san Makoteさんから 送っていただいた写真を見ながら改めて私は宗教と何か、日本の中におけるミトラ教とは何かを考えています。それを皆さんにお伝えしたく、このビデオを編集してみました。どうかご覧ください。マコテさんどうもありがとうございました。Hello, this is Makote. Taka in Tokyo and Hiroshima, Japan.Japan's a land of gods.Japan in m i t t r a l i s m ミトラ教の中の日本。日本はまさに神々の国でした。調べれば調べるほどそうなるんですから、どうしようもありませんね。マコテさんが大変、まあ、希少な絵をく届けてくださいました。これがその絵なんですけども、これはミトラ教の真珠 をしている、信者の方がですね、信事をしているところの絵だそうです。で、中央にいるのが当然ミトラになります。ミトラはフリギア帽を被っています。フリギアというのはトルコ古代の国名です、えー。まあ自由のシンボルとしてローマで確立したわけですね。これはフリギア帽です。で、そのフリギア帽を被ってフランス革命が起きました。マリアーヌはフリギア帽を被っています。 まあご覧ください。えー、フランスの投資たちはフリーギャボーを被って、えー、まあ、あの、フランス革命を起こしたわけですね。そのビデオは今日、この後に繋げておきます。で、これが自由のシンボルっていうわけですね。素晴らしいですね。で、これがマコテさんが送ってください。写真の中にいろんなその南が隠されてますけども、まあ、フリーギャボーがあり、そして、まあその、 自由の象徴であるフリギア帽がですね、フランス革命とつながっていたということなんです。で、もう一人ですね、ここに、まあ、ミトラ教のガードと言ったらいいのか、あるいはこれ、彼自身がエンディルなのかわかりませんけども、ここにもう一人の神がいます。えー、この神ですね。エンディルですね。で、これがマコテさんが届けてくださった写真ですけども、このエンディルですよね、これは。あのー、 顔を比べてみてください。それで、このエンリルがですね、実は日本にも、まあ、この紙はいるわけですね。で、これが、まあ、あの、マコテさんが探してくださったし、あの、エンリルと思われる紙です。で、両手にですね、あの、棒のようなものと、それから、あー 六個書、五書、五書のようなものを持ってるわけですがわかりません。で、右がご存知、不動明王です。不動明王も同じものを持ってるんですね。棒に丸い輪です。ここにちょっと注目してくださいね。棒に丸い輪です。丸い輪です。棒に丸い輪と言いますと、これはアフラマザーのシンボルなんですね。 そして、アフラマズダはどこかの王に真剣の象徴であるリボン付きの輪を渡しています。右がエンディルです。エンディルは地球の支配者でした。そして、どこかの王にやはり、あの、真剣を渡しています。このアイテムをよく見比べてみてください。ボ、冒頭、あの、それから、あの、リボン付いた輪ですね。で、これは不動明王がみんな持っているわけです。で、右が、これが、あの、 アフランマズダが持っている神剣の象徴ですね。冒頭は。自分が王だぞっていう意味ですね。で和は、あの、王権というふうに英語で訳してありますね。シ、uh, ン symbol of kingship と書いてあります。ですから、和を渡すことによって王権を渡していたわけです。神剣はやはりこの棒を持った人が持ってるわけですね。 ですから、棒を持ってるっていうことはですね、この、なんてうんですかね、この棒を持ってるということは、まさに私がこの地球の支配者だという意味になるわけです。で、和は相手にその、王を渡すって言いますか、王権を渡すためのシンボルということになるわけですね。それで今度はミトラ教の、もう、ここを見てください。ここに三角形のマークがあります。これはですね、あの、その日にフリーメーソンのシンボルマークとなった三角形だと思いますけども、絵がもう一つ確か、あの、正確ではありませんけど、真ん中に、左のね、真ん中に目らしきものが見えます。 となると、もうわかりですね。左がエンリルで、右がエンキということになります。そしてこの真ん中を見てください。えー、ここに、松末の、えー、が掲げてありますね。これは、当然、ドラスター教の流れを組むわけです。ミトラ教は、ゾラスター教から生まれました。アティンあーああるえっと、まあ、その自由の女神像になり、そして現在はオリンピックの成果として引き継がれています。 で、それは日本では空海がその密教、密礼を伝えて、そして荒野山で、え、信言集を開くわけであります。で、信言集では今でも松明を焚いています。そして、これが、あの、中央にいるのがミトラ教の僧侶だと思います。そして、この彼が手にしているこの棒と丸岩に注目してください。やはり同じものを持っているんですね。そして、その棒と輪は、え、不動明王へと引き継がれる。 いわゆる引き継がれるんじゃなくて逆なんですね、これ。いいですか、皆さん。あの、私もふっとして間違える、間違えるんですけどね。日本から、あの、ペルシャはったんですよ。あの、まあ、その、数ーシ最後のお見せしますが。ちょっとあの余談になりましたけど、ここに星のマークがありますね。これ単なる星じゃないんですよね、これ。あの、このマークっていうか、記号はですね、文字なんです。デンギルと読むんですね。あの、シュメルの言葉で。 すなわち、神を表すくさび型文字ですから、私が書いた本、ってかまあ、30年近くも、以上前に書いた本の中にそれをで発見しました。ディンギル、るいはるエホバですね。神です。そして右の中国の D もね、これ、テイというのは神のことだそうですね。 最近知ったんですよ。で、このミロの、ジュアン、ミロの絵の中にも、このマーク、あの絵があちこちに描かれているんですね。よく、まあよく出てくるんですよ、このマークが、ね、ミロの絵の中にね。これはあのみんな神を表すシンボルマークです。あミロは、まあミトラ教の信者であったか、フリーメイソンのメンバーであったかということになるわけですね。そしてこれは何かと言いますとね、あ日本でもこの、この模様の鏡は東京はたくさん見つかっていますけども、これは言うまでもなく、イシュタールの文章なんです。 イシュタールというのはエンディ、ディル、エンキの孫娘です。そして、このイシュタールが女度、メガ中の女神になって、世界の女神として君臨するわけです。これは右の方が、あの、高井東京さんが届けてくださった、イシュタール神のシンボルマークです。 ま、似てるというのも、このもともとこれは8つの方向に光が伸びているのは、金星を表しています。なし、イシュタールは金星から来たというわけですね。で、タカさんが言うシャルには、エえたの鏡も関係あるのかと、ここでは疑問符をつけて、皆さんに、あの、提供いたします。じゃあ、アフラマザインジャパンをご紹介,紹介いたします。これは、あの、井戸尻で発見されたド、ドあの、土器いうことになってますね。井戸尻。しかし、これは土器じゃありませんね。頭の部分と、あの、一ついで、ついでペ、あの人、一 一体となっています。で、これはですね、言うまでもなく右の方はアフラマズだ。そして、後ろに輪がついてますね。これは、あの、真剣をつけた人の輪なんですね。そして、頭でがボコボコボコっと出てますね。これはあ、あの、アフラマ、エンデル、エンキーの、あの、いわゆるレリーフにはみんなこの、あの、模様が描かれています。そして、これがあ、ミトラ教の真事の模様の絵ですけども、見比べてみてください。棒、それから丸い輪、ま、あるいは、 あの、一体性というか、これで統一性が持てましたね。もう一度説明しますと、これがイドジーで見つかったアフラマザーです。そして、これが、エンリルを表す不動明王ですね。まさに神の中の神、地球の支配者です。えー、で、エンリルはですね、アフラマザーご自分自身もアフラマザーを信仰しているのかもしれません。アフラマザー自身は地球を私は置いてこなかったと思います。では、結論を皆さんにもう一度お話します。いいですか ここが重要ですから、もう一度よく聞いてください。日本に神々がいたんですよ。そして、いたってかいるんですよ。日本はまさに神々の国であったわけです。そこから、ペルシャルを渡って、えー、ゾラスタ教、ミトラ教を開いていく。そして、えー、東の方へ行って、マヤ、アステカ、そして、インカへと、その、えー 教えが伝わっていく,だいくわけです。つまり、つまり日本が中心であった。そのシンボルと言いますか、証拠,証拠が、前方後円墳ということになります。まさに空から見て日本は、この土地は神の国であるぞ、ということを、内外に示したのが、このシンボルマークスなわち、日本の前方後円墳ということになります。これこそがまさに日本ランドがですね、日本が神々の国であるという証拠ということになります。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about Afura Mazda, or Dainichi Nyora in Japan, and his beautiful blue helmet. As you have already known, Afura Mazda is the Avestan name for the creator and sole god of Zoroastrianism, the old Iranian religion predating Islam. Afura Mazda is described as the highest spirit of worship in Zoroastrianism along with being the first and most frequently invoked spirit in the Yasna. The literal meaning of the word Afura is light and Mazda is wisdom. Zoroastrianism revolves around the three basic tenets. Good thought, good words and good アフラマズダ、つまり日本の大日如来は美しい水色のヘルメットをかぶっていました。アフラというのは光、マズダは知恵を意味します。言うまでもなくゾラスター教の最高神、神の中の神です。そのゾラスター教は良い思想、良い言葉、そして良い行いの3つの主義で成り立っています。 で、第日如女来イコールアフラマズダーです。アフラマズダーは美しいブルーのヘルメットをかぶっていました。小野さん今後無事に残っている第日如女来像をご覧ください。第日如女来のヘルメットがその証拠ですが、同時にそのアフラマズダーはこの日本にいたことを忘れてはいけません。土偶がその証拠です。土偶がかぶっているヘルメットに注意してください。同じです。 つまり、日本の縄文土偶はその昔、神々を表したものです。この日本には神々すべてのオールキャストが住んでいたということになります。アフラマズダイカ、アヌオ、エンキ、エンリル、そしてイナンナ、イシュタールです。画像を説明します。今皆さんにご覧いただいたのが縄文土偶ですね。まあ中央にいるのが大日ニュ像です。 で、美しいブルーの色が残っていますね。そしてそのコンセプトは、それぞれのヘルメットと一致します。なあち、これらの神々は皆、美しいブルーのヘルメットをかぶっていたということになります。そしてもう一、この大日如来像を見てください。そして、ウルに残っている、まあ、イラクですね。 の紙のヘルメットを見てください。そして左が縄文。まあ、道具ですね。同じコンセプトのヘルメットを被っています。注意深くご覧ください。これがその証拠です。で、少し縄文道具の話をしておきたいと思います。少し前に作ったビューですけども、これは埴輪ですね。この埴輪はヘルメットを被っています。 オーバーオールヘルメットですね。首のところに線があるところ、段差があるところに注意してください。そして、胸に抱いているのは、これは人間ではありませんね。そして、同じコンセプトで作られているのがシメルの紙ですね。カクンカクン型で、細い腰ですよ。注意深く、ここもご覧ください。すなわち、これは三者は同じなんですね。そして、同じコンセプトで作られているのが、日本の縄文道具だということです。肩幅が赤、 広くカクンカクンと回って、脇の下に空間ができています。そしてそれがですね、えー、長野県のですね、地の下に見つかった仮面の女神へとつながっています。が、そこで終わるわけではなくて、それが最終的には、いわゆる遮光器、道具へとつながっています。肩幅が広くカクンカクンと曲がって腰が細いです。そしてヘルメットをかぶっています。このヘルメットが、バビロニアの、マイシタール。 に繋がっていくということですね、えー。イスタール。ヘブライ名はマリアです。まあ、マリ。これはあの、マリで見つかった右下はですね、えー、イスタール像ということになります。同じヘルメットをかぶっている。ということで、こうして繋がっていくわけです。で、結論はもう、今日の結論は簡単ですね。大日如来です。頭に注意してください。まあ、独特なヘルメットをかぶっている。そして同じものが、 ウルで見つかっているということですね。そしてその以前に、縄文土偶も同じヘルメットを被っているということです。こうしてつながっていくわけですね。大日如来、そしてウルの神、そして縄文土偶です。つまりこれらの神々は同じコンセプトのヘルメットを被っていたということになります。いかがですかそしてその色は美しいブルーであったということですね。その証拠がこの今後無事に残る まあ、第如来像ということになります。楽しいですね。ロマンチックですね。ということで続くビデオ、どうかご覧になってください。えー、神々の世界が、より皆さんに理解していただけるものと思います。Bye for now!